皆さん、えー、雨で、えー、その足元が悪い中、えー、映画主催会に参加していただきましてありがとうございました。で今日、進行担当でさせて、えー、いただいている蝶です。よろしくお願いいたします。 今日たくさんの方々が来ていただきまして皆さん全部挨拶することはできないんですけれどもラインの対応にしてその杉尾先生から挨拶をいただくということにしますのでよろしくお願いいたしますごめんなさい先生今日今回のドキュメタリー番組を協力していただいた方々でいらっしゃいますのでいらっしゃった方 だけを紹介することにいたしますので、よろしくお願いいたします。で、我々、このトッキュメタリー、4年前から撮影を始めまして、本当であれば、で去年、100周年の時に、上映をしたかったんですけれども、それができなく、ちょっと1年遅れで、皆の前で、ね、上映することができて、すごく嬉しいと思います。 で今日放線科の西崎さんいらっしゃっていらっしゃるんでしょうか、放線科の西崎さんです、で本当にありがとうございました、で日朝業界の宮川幸秀先生。宮川 先生ありがとうございました、えー、それと我々に資料提供していただいた現在の日朝業界の関原さん来ていらっしゃるんでしょうか <laughs> あ,ありがとうございましたで本当は千葉地行委員会の 平田先生、この場にぜひ呼びたかったんですけれども、退場がくれないということで来られなかったということを皆さんに言っちゃたいてくださいということがありましたので、よろしくお願いいたします。それと嬉しいことは、山本すみこ先生、山本先生、目の収拾で来られないということだったんですけれども、わざわざ見に来て,に来ていただいているので、よろしくお願いいたします。 で、いらっしゃるのかなあ、ね、わかりました。で、今回来られなかったんですけれども、で、我々の、えー、映画にインタビューに応じていただいた鳩山幸夫先生、えー、あ、ん、からも、え、来られないんですけれども、皆さんに、ちょ、たいてください、ということがありました。あ、すいません、少し、えー、忘れたんですけれども、吉田あ、あ、ごめんなさいね、吉田先生ではなくて、 うん有田芳生先生、先ちょっと見えたような気がするんですけれどもあ先生、ありがとうございました。もえさん、も宮下も、えー、え先生いらっしゃったでしょうか、あ先生、ありがとうございました。 安治澤克行先生はちょっと遅れてくるということを聞きましたので,で4時30分には入られるということを聞いていますのでよろしくお願いいたしますそれといつも我々お世話になっていらっしゃるで福島美代先生も来ていていらっしゃるので, <laughs> あでそれとその今日来られない かと思ってたんですけれども、石垣紀子先生いらっしゃったのでよろしくお願いいたします。で、他もたくさんの方々が、この映画に登場するんですけれども、えー、いろいろ事情がありまして、これらの方々に、これ,これらの方々々は、えー 後でちゃんとこの映画上映をするということを告知することになりましたのでよろしくお願いいたします。それであんま時間の問題もちょっとありますので、で今回で、我々が参議院議員間でこの映画を開かれるように力を貸していただいて尽力してくださった杉尾秀哉先生から挨拶を伺いますのでよろしくお願いいたします。 皆さん、こんにちは。ご紹介いただきました参議院議員の杉尾秀哉と申します。今日はですね、ドキュメンタリー映画の上映会ということで、多くの皆さんにお集まりいただきまして、大変ありがとうございます。で、今、ご紹介がありましたように、私は今、参議院議員として活動しておりますけれども、ちょうど1年前の5月の23日、参議院の予算委員会というところで、この問題を 国会質問で取り上げました。実に100年ぶりというそういう報道もありました。まあそれまで今もご紹介ありました有田義生さんとかですね、多くの議員の皆さんが質問主意書という形で、この関東大震災のことについての事実関係、そして政府としての認識を、まあ、問うてきたわけですけれども、政府は一貫して 事実関係を確認することを避けてままいりましたこれはちょうど去年が関東大震災100年ということなのでこのタイミングを逃してはならないということで私が100年ぶりにですね今日もおいでですけれども村山談話の会の藤田さんなんかいろんなアドバイスがありまして質問をしたという経緯がございますまあそうしたご縁もありまして今日この会お世話させていただきそして今日もですね代表してお話をさせていただくということに なりましたどうも私この映画の内容見てないんですけれどもあの出演者の中に入ってるみたいなので国会の模様がどっかに組み込まれてるんじゃないかなというふうに思ってまあ、期待というかですね、えー、ちょっとハラハラして見たいというふうに思いますけれども私がこの質問の中で問うたことはですね政府としていろんな資料がもう現在にあるわけです公文書。 そして教科書、歴史教科書にもはっきりと記述がありますし、中央防災会議の報告書の中にもですね、やはり事実関係がしっかりと書かれている。だからこれを機会に政府としても事実関係を認めてですね、記録を精査して、謝罪すべきは謝罪する。そうしたことが必要なんじゃないかというふうに問うたんですけれども、その時の谷大臣だったと思いますが、国家公安委員長ですけれども、 政府側の答弁、やっぱりそれまでと全く変わりませんでした。調べてみたけれども、事実関係を把握する記録が見当たらないという、これ、極めて残念な答弁でした。そして私のこの質問を契機にしてですね、福島さん、そして石垣さんもですね、新たな事実を突きつけて、資料を突きつけて政府に問うたんですけれども、結局、同じ答弁が繰り返されています。まあ、そういうことで、まだ1年経ってもですね、まあ、現実的には前進を見ていないわけですけれども、 私たちは決して諦めるわけにはいかないというふうに思っています。そして仮に政権交代が実現した場合はもう一度私たちの手で事実関係をですね記録を精査して調査をしてそして何らかの政府としての見解を出さなければいけないそれだけこの問題は思い思い歴史の真実だというふうに思っています。最後になりますけれども有名なドイツのワイツゼッカー大統領の元大統領の言葉に 過去に目を閉ざすものは、現在も盲目になる、見えなくなる、こういう言葉があります。真の日本とそして朝鮮半島の皆さんとの民族和解、今ヘイトクライム、ヘイトスピーチ、いろんな今日的な問題がありますけれども、真の民族和解をですね、実現をして、真の友好関係を実現するためには、この問題、避けて通れない問題だと私たち認識をしております。 どうか皆さんとともにこれからも頑張ってまいりたいと思いますのでよろしくお願いします本日おめでとうございました先生ありがとうございました先生ありがとうございました福島美女先生いらっしゃっているので一言伺ってよろしいんでしょうか、えー でイルド大学の臨時先生とも長く、えー、交流していらっしゃって、我々の番組も含めて。どうも皆さん、こんにちは、えー。紹介していただきました、社民党党首参議院議員、福島みそほです。 去年質問を何回,何回もやりました。で重要なことは公文書館に公文書として保管されているそのことを政府が全部あの認めたということです。とりわけ、あの電信文あの不定外国人がっていうあれ電信文も認めています。100年前この国会で言を 取り締まるべき政府が流言飛行を出した責任をどう考えるのかと100年前、国会で国会議員が質問してるんですね、同じことを100年ぶりにあのやりました、で全部あの公文書がありますとりわけ中国の人たちのは全部名前もありそれをもとに閣議決定で20万円支払うという決定までやって調査票も全部あります、えー、そ,のそれも全部日本の公文書館にあるんですね。 ということは、慰謝金として払うという閣議決定をみんなサインしているわけですから、えー、同じように朝鮮の人たちに対する虐殺中国の人に対する虐殺それは事実でありそれに対しての慰謝金払う20万円は結構支払われていません。そういうことも含め まあでも私はやっぱりその公文書がたくさんあるんだっていうこと、えそれをやはり言いたいですし、それから地続きだということです。100年前の虐殺は今もヘイトスピーチや排外主義として日本の中に残念ながらあり、それを100年前と同時に私たちは克服をしていきたい、一緒に乗り越えていきたいと思っています。一緒に頑張りましょう。ありがとうございます。久島先生、ありがとうございました。 で、少し、え時、ー、間がありますので、で、山本、えすみこ先生山本。山本先生。で、今日、本当は目の手術があるということで来られな、来れないということだったんですけれども、いらっしゃったので、で、我々先生と神奈川でフィールドワークも何回も行きまして、先生からも一言を伺いたいので、よろしくお願いいたします。 山本ですすよろししくお願いします、えー、私たちの会は関東大震災時朝鮮人虐殺の事実を知り追悼する神奈川実行委員会です、えー、大変長い名前ですけれども、えーまあ、虐殺の事実を明らかにするっていうことで、えー、去年新しい資料が出まして監督さん先生が見つけた、えー、資料が出版されました。 その資料をもとにして今横浜の各地を歩き回っております今まで虐殺の地であったところも新資料の新しい資料が出まして重ねてみるとかなりいろんなことが見えるところがたくさんありますそれから今まで証言なんかが全くなかったところが虐殺の地であるということこれも明らかになってきました 神奈川県全体というよりかもほとんどがあの資料のほとんどが、まあ、40パー80%以上が横浜なんですね。で、えー、横浜の本当に資料が出されたっていう見つかったっていうことが虐殺の事実をきちんと認めるっていう資料としてやっぱり政府にきちんとこれを事実として認めそして、えー、歴史の中に位置づけていく。 そそしてそれをどう反省していくのかということをきちんと考えていく資料としては重要な資料じゃないかなだとじゃないかなじゃなくてだと思いますそういうことでフィードワークをやり続けておりますけれども昨日もあの神奈川の横浜の中では大虐殺と言われてるんじゃない言われるだろうという神奈川を 神奈川地区ですね、神奈川警察署管内のフィー,ドワークをやってきましたけれども、えー、6月には、もう本当に新しく南太田という、えー、当時、伊勢崎警察署管内の場所への虐殺し巡りをやる予定でおります。もうあの締め切っっっちちゃって、えー、ちょっとね 皆さん行きたいと言っても、ちょっと対応できないんですけれども、えー、大勢の方が、まあ、あの希望してくだされば、またの機会っていうのもありますので、ぜひ横浜の虐殺地を足で歩いて、えー、足で感じていただきたいなというふうに思っております。以上です先生ありがとうございました 放線科の西崎さんいらっしゃるんでしょうか。で、一番我々と長い時間で撮影を、えー、していただいた方で、これからも100年会ということを作りまして、若者たちにこの話を伝えていくということで話を伺いますので、よろしくお願いします。えっと、時間が余ってるみたいなんで、西崎です。えー、っと、私が、 こ,のこういう活動を始めたのは大学4年生の時なんですね。でその大学4年生の時にたまたま荒川放水路の土手で軍隊が期間中で朝鮮人を殺してでその殺された朝鮮人の遺体が今でも河川敷に埋められたままになってるっていう話を小学校教師の清田幸さんが聞き取りをしてでその清田さんが呼びかかえて追悼する会という市民運動ができたのが1982年です。でその時に私も参加しました。 でそれからもう42年経ってますけれども42年経ってじゃあどれくらいのことが分かったか聞き書きをたくさんしましただからたくさんの人から当時の証言を得ることはできましたでも本当に文献っていうのは隠されちゃってるんですね 軍隊の記録とか警察の記録とかそこから出てくるものっていうのは本当に少ない隠されてしまっているだからもっともっと広く資料をこれからも集め続けていければなと思っていますでもそうやって多くの人から聞き書きをすることができて聞き取りをすることができたんですよ42年前はそれは震災から大体60年後の話ですギリギリのタイミングでお年寄りがまだ生きてた震災の時に二十歳だった人が当時80歳ぐらいです で、かろうじてそういう人たちから話をたくさん聞くことができた。それが貴重なことだったと思っています。で、その、私なんかは、そういう聞き取りをできた最後の世代だと思ってるんですね。私が大学4年生の時に80ぐらいの人たちがみんな話をしていだけど、その人たちはもうみんなその後、どんどんなくなっていってしまったんです。だから今はもう話を聞くことは誰もいない。じゃあ、ギリギリで聞き取った私は、次の世代に、 伝えていく義務が生じたんだろうと、私は勝手に思ってるんですね。だから、私は、自分のフィールドワークやなんかで、若い人たちに語り続けてるんです。去年も五十回ぐらいフィールドワークやってました。真相になりながらね。でも、そうやって語り続けることで、今、呼びかけに応えてくれる。若い人たちが何人か集まって、天井というグループを作って、えー、今年も追悼式を今、企画しているところです。 ですからぜひ荒川の現場に9月の第1土曜日の午後来ていただければと思っています。以上です。 で有田洋一先生にも一言伺います。で私たちが杉尾先生と出会うことになったのは有田先生との話を知っているうちに、えー、日経で杉尾秀平先生が一番詳しいの問題ということで話を伺うことになりましたので先生よろしくお願いいたします。皆さんお疲れ様です。戦後80年を迎えるところまで来ましたけれども。 私はあのずっと実感として1960年代、70年代、80年代そして今に至るまで、えー、典型的にあの杉田水脈議員的な発言なんていうのはこの日本社会で異端であるところがもう軽蔑される対象だったという認識なんですよね。でそれがちょっと時間を先に飛ばしますけれども第一次安倍政権になって以降ですね その瞬間に皆さんご承知のヘイトスピーチ団体である在日特,在日特権を許さない市民の会在特会が出てきて安倍政権が大きくなっていくのと並行して差別扇動っていうのが日本社会に吹き荒れていったということを実感として思い出すんですだからその日本の現実例えば1960年代か70年代 まあ中国での侵略戦争、大虐殺ということでいえば朝日新聞の本田和一記者が中国への旅ということで実証的に明らかにしていきましたそして西崎さんの努力そして皆さんの努力なんかによってだん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 事実が明らかになっていっただけどそれを日本政府が認めないというのは極めて安倍晋三的政府が続いているからだと私は思っているんです。 安倍晋三さんは2年前7月8日にお亡くなりになりましたそして今アベノミクスも含めて安倍政治というものがどん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 今終わりつつあろうとしているし私たちもそういう政治を実現していかなければならないと考えております杉尾さんが最初に語りましたけれども政治が変われば日本社会の質が変わっていく私たちの周りの歴史が変わっていくだから皆さんと一緒に政治を変えていかなければならないと思います 私は1970年代、青年を、荒野を目指せという歌を、本当に心を取って生きてきたんだけれども、今も、今日もいらっしゃるけれども、青年は荒野を目指せと同時に、老人も荒野を目指せ、頑張りましょう。先生、ありがとうございました。えー、そろそろ、えー、映画の上映時間に、えー、なりますので、 えー、今回、ソウルからこの映画を制作するにあたって、総監督の金定四さんが来てますので、あ、関原先生あ、すいません、すみませんでした。で、関原先生のことをちょっと忘れましたので、 えー、あの埼玉の日朝協会の会長をやっております、えー、関原と申します、えー、私はあのあの埼玉の見、えー、沼区に上泉寺というお寺があってその上泉寺というお寺に勘でふんさんという一、まあ、人の朝鮮人の お墓があります。それはそのミヌマのソメヤというこの地域ですが、そこでまあ自警団によって、えー、殺害をされた朝鮮人のお墓であります。で、ここはあのまあ、そのお墓を見ていただければこの映画でも出てくるかと思いますが、朝鮮人韓伝婦墓とこう書いてありまして。えー 関東大震災の朝鮮人虐殺の犠牲者のお墓として個人のお名前が書いてありしかもその人が朝鮮人であるということも書いてありえ左側面のところには関東大震災の説このあざにおいて死亡と関東大震災の時に亡くなったんだとまあ殺されたっていうふうには書けなかったですが関東大震災の時なんだということが書いてある 非常に貴重な墓でありますしかもその墓は、えー、伝えているところによれば1923年のうちに作った要するに事件が起こって間もなく作ったということでこの墓をきちっとやっぱり伝えていかなきゃいけないということで2007年から追悼の会を 始めました。えー、実はもっと前から、あの、高橋高助さんという、うそのお寺の檀、まあ、家の方がずっとお守ってきてくれたお墓なんですが、それを日朝教会として、毎年9月4日に、えー、追悼会をやり、そして、えー、お墓を守ってきました。えー、そういう中で、実は、 高橋様のお宅から当時の区長をやっていた吉三郎という方の事件のことを記した手帳が発見することができました。その中に非常にもう詳しく事件のことが書いてある。加害者の側の人間なんですが事件のことを書いて残してくれていた。それから村から 配られた当時の住民に配ったガリバン釣りの文書なんかも捨てずに取っといてくれたんですねで。これは非常に貴重なことで、吉三郎さんはやっぱり自分たちがやったことをこれは忘れてはいけないという思いで僕は残してくれたんじゃないかなというふうに思っております。それで去年の9月4日にはお墓の横に この事件はこういうことで起こったんだ。このお墓は吉三郎さんが中心にして、村の人たちが二度とこういう事件を起こしちゃいけないと。そういう思いでこのお墓を作ったんだ。これを伝えなきゃいけないっていうことを書いた、えー、鉄製のステンレス製のプレートを作りました。で、えー、ぜひ一度お墓参りに来たら、そのプレートの文章を読んでいただければと。 これは日本語とそれからハングルと両方書きましてこの間え韓国から来た人がそれを見て大変喜んで非常に大きな声でその文章を読み上げてくれました、えー、僕は非常にうれしかったですね涙がちょっと出ちゃうぐらい嬉しかったです以上です、はい、関原先生ありがとうございました この映画を制作にあたり、その総監督を務めた、金平ム・テイ・ヨンさんです。<laughs> 共同監督のチェ・キュー・ソクです。<laughs> で、アメリカの資料、私たちがアメリカまで行くことができなかったんですが、アメリカからの全ての資料は、ギ・ <laughs> リー・チン・ヒン先生です。<laughs> イリノイリア大学ので歴史、で資格科の教授として、 今回,のこと今回の映画の上映のために来て,いて来ていらっしゃったのでよろしくお願いいたします。対応として、金ン・テさんが挨拶をするようにしますのでよろしくお願いいたします。いいチャレル、あンドル出身、シギオ・ヒデオ・ウォン・イマンテ、を感謝カンチャル・テ

예, 감사히다します 어, 너무너무 감사하고, 아까 말씀하신 것처럼, 어, 하, 한국과 일본의 작은, 어, 작은, 어, 에, 서로가, 어, 평화를 할수 있는 그러한 자리가 이 자리부터 시작되었으면 좋겠습니다. 어, 시작. 예この場をっ <놀람> 한국と日本の,

あの、映画をご感賞なさって、映画が終わった後、TC&A がありますので、その場にもぜひともご一緒にしていただければと思います。あと、映画を手伝っていただいたスタッフの王獣さんいらっしゃってます。 그리고 끝까지잘 보시고 저희는 일동이 어 인사를 하는 것으로 영화를 시작했습니다. 일동, 차례요. 경례. 네, 감사합니다. 아갑습니다 자, 일수도 인사고영화시니다 감사합니다. 네, 감사합니다. <laughs> ありがとうございました。えー、ちょっとで映画の本演に入りますのでよろしくお願いいたします。映画はで約1時間中7分なんですが、えー、ちょっと地上がありまして、でこの映画を上映することに対して、上映してはいけない。 ということで、ある申し出がありましたので、2分ぐらいちょっと削除した映画になりますが、最後まで見ていただきまして、6時30分に終わると思うんですが、終わってから休憩5分ぐらい挟みまして、監督と我々含めて皆さんと会話ができればなと思ってますので、よろしくお願いいたします。これから映画を始めますので、よろしくお願いいたします。